俺らが登ってきたのが巨神のすねのあたりだから、ここは巨神の膝小僧ってとこかな。ああ、でこの先が目指すコロニーシックスだ。あそこから登れそうだよ、ライン。よし、行こうぜシルク。はい。おお。おい、シルク、あれを見ろよ。煙が昇ってる。
誰かが焚き火してるのかもな。なんかうまいもんにありつけるかもしれないぜ。あんな場所でしないと思うけど、まあ気になるし行ってみようか。こんなとこにバギーが乗り捨ててあるぜ。妙だね、こんなところにバギーなんて。それにこれまだ新しいよ。新品？新品ってわけじゃないけど、まだそれほど使い込んでない。乗り捨てたってわけじゃなさそうだね。誰のなんだろうこのバギー。男の子が襲われる、モンスターに。見たのか、どこだ。わからない、でもどこかの水辺だった。水辺か。でもなんだって急にまたビジョンが。もしかしたらこのバギーに触ったせいかも。よし、探そうぜ。この辺りで水があるとこを全部回るんだ。うん。シルク、あそこだ。うわ。無事か、少年。あなた。自己紹介は後だ。ここは任せて早く逃げろ。は、はい。行くよ、ライン。おう、いつでもいいぜ、シルク。よっしゃ、いい感じだ。バッチリ。ほら、ナギタ。行くぜ。スリットエッジ。マービートだ。おお、アップ。俺に任せろ。やれそうだ。オラムよ。なんとか勝てそうだ。ああ。よし、これでもう大丈夫。あの、助かりました。いきなり回路がショートしちゃって。ありがとうございます。回路は直したけど、
エーテルも空になりかけてる。シリンダーさえ変えればすぐに動くよ。さてと、後回しにしたことから片付けとくか。俺はライン、こいつはシルク。よろしく。あ、僕はジュジュです。あの、お二人はこれからどこへ行くんですか？よかったら僕たちのキャンプへ寄ってってください。キャンプ？ええ、すぐそこです。どうする？寄らせてもらおうよ。この辺りにホムスのキャンプなんて、何か事情がありそうだしね。そうだな。ジュジュ、道案内お願いしていいかな？はい。さっきのオアシスまで戻ると、塔の形をした石碑が見えると思います。まずはそれを目印に進みましょう。で、その先は？石碑のそばにある森の奥に小さな坂道があります。そこを降りた先が僕たちのキャンプです。よし、わかった。早速出発しようぜ。
ジュジュ。どこに行ってたの？ジュジュ！ああ！あなたまさか。この前話し合ったでしょ？私たちはここで待つんだって。でも。ジュジュ。ごめん、カルナ。その格好、まさかあなたたち防衛隊の生き残り？コロニーシックスは無事なの？みんなは？ガド？ちょっと待ってくれ、一体何のことやら。僕たち、コロニーナインから来たんです。コロニーナインですって？モンスターに襲われているところを助けてもらったんだ。ラインさんとシュルクさん。コロニーシックスの人じゃないのね。ジュジュを助けてくれてありがとう。姉のカルナよ。休んで行ってもらおうと思うんだ。いいよね？ここで？そうね。お世話になったみたいだし。コロニーシックス、なんかあったのか？僕たち、コロニーシックスを目指してるんです。コロニーシックスは、私たちの故郷は、鬼神兵に占領されたわ。詳しいことは向こうで話すわ。ついてきて。あら？Thank you.
ヨーヨこれはこれは。何か用？これはこれは。これはこれは。これはこれは。はい。これはこれは。
これはこれは。あら。1年前の大剣の渓谷での戦いで私たちは鬼神兵を退けた。その思い込みが強すぎたのかもしれない。コロニー6の防衛隊は接近する鬼神兵の部隊に全く気づいてなかったわ。空襲警報が鳴り響いた時にはもうコロニーの上空に侵入されていた。人が食われ建物が焼かれ、私とジュジュは子供とお年寄りを守って脱出するのが精一杯だった。その後のことはわからないわ。僕たちのコロニー9が襲われた時と同じだ。あなたたちのコロニーにも奴らが？ええ、でもよくここまで無事にたどり着けましたね。オダマさん、防衛隊長とガドのおかげよ。ガド？本当だったら一月前に私の旦那になってたはずの人。君たちそんな顔しないでよ。ね、希望を捨てるにはまだ早すぎるわ。ガドは、みんなはきっと生きている。生きて戦い続けている。私はそう信じている。あの、うん、お二人はコロニー6へ向かうんですよね？ああ、敵討ちのついでにコロニーを取り戻してきてやるぜ。そんな大口叩いて。いえ、ラインさんとシルクさんなら、あのコロニーへ連れて行ってもらえませんか？僕も。ジュージュ、みんなをここに置いていくわけにはいかないって何度言ったら分かってくれるの？だけどカルナだって聞いただろ、奴らコロニー9にまで現れたって。それってコロニー6でのことが奴らにとって一段落したって意味じゃないの？だとしても、いえ、だとしたら余計このキャンプを危険にさらすことはできないわ。じゃあカルナはコロニーのみんなのことはどうでもいいの？白鳥すぎるよ。そんなに怖いのかよ、あいつらが。おい小僧。ラインさん、お前だって分かってんだろ、カルナの気持ち。言っちゃいけないことってのはあるんだ。僕、食事の用意してくるよ。俺、言い過ぎたかな。シルク、さっきのライン、怒った時のガドにちょっと似てたな。そうなんか？私たち小さい頃からガドに面倒見てもらってたの。私にとっては兄みたいな存在だったけど、ジュジュには父親代わりだった。叱る時はいつも小僧って怒鳴ってたのよ、ガドも。親父代わりになるほどの貫禄はないと思うけどな。俺、おい、シルク、まさかお前、うん、また見たのか、ビジョン。しまった、まさか、ジュジュ。バギーがない、あの子、一人でコロニー6に。あいつ、急がなきゃ大変なことが起きる。何が起こるんだ？深い谷、炎が辺りを覆い尽くして黒い影が。
ジュジュがあいつに殺される。あいつってまさかあの黒いやつか。うん。場所はコロニー6の近くか。わからないけど多分すぐに小沢シルク。ちょっと待って、一体どういうこと。信じられないと思うけど、シルクには未来が見えるんだ。未来？そんなことって。自分でもなんでそんなものが見られるのかわからない。でも確実にそれは起こるんだ。だから止めないと。ジュジュの身に何かが起こるっていうの？信じる信じないは勝手だ。だが俺はシルクのおかげで何度も命拾いしている。ジュジュ、わかった。信じたとまでは言えないけど、あなたたちにかけてみる。そう来なくっちゃな。カルナ、君は。何？いや、何でもない。どうした？急いでジュジュを追うぞ。なんかラインに説得されるとガドに言われてるみたいなんだもん。逆らえないわ。なんだ、信用されたのは俺じゃなくてそいつかよ。ビジョンは告げていた。カルナもあいつに。けど今彼女を無理に止めることはできない。どうする？できるのか僕に。今度だってできるさ。いや、やるんだ。カルナ、ジュジュの取りそうなルートわかるか？ここからならいくつかルートがあるけど、バギーでならラグエル大橋を通るルートを使うはず。ラグエル大橋？はるか昔に作られたものよ。ちょうどコロニーナインの入植が始まった頃ね。よし、まずはそのラグエル大橋を目指そう。そうと決まれば急ごうぜ。途中のモンスターは俺とシルクでやっつける。カルナは下がっててくれよ。バカにしないで、私だって戦うわ。私の専門は治癒エーテル。大怪我したってすぐに治してあげるから。そいつは助かるぜ。ピンチの時はよろしくな。こんなところに段差が。まいったな。ああ、ぶつかった衝撃でフロントフォークが折れ曲がっちゃってるよ。仕方ない、歩いていくか。みんな臆病者だ。僕一人だってやってみせるさ。
ドダウン。モナドよ。モナドよ。どうだ、シュルク。すごい。やってやるさ。スリットエッジ。エアスラッシュ。あとはこいつだけ。オーラッパ。投げてきたぜ。行くわよ。やったな、シュルク。そんな。と、まあ、ビートだ。いざ切りがないよ。当たれ。ところが。前で来た。俺に任せろ。オーラッパ。おい、カルナ、あれはジュジュのバギーだわ。どうした？ジュジュが。シュルク、ジュジュは無事なの？シュルク。ジュジュが鬼神兵に。いつだ？いつかはわからない。でももうそんなに時間は残されてないと思う。深い谷が見えたって言ってたわよね。うん。この先にあるのよ、そういう場所が。そこからコロニー6がある断崖の下に出られるの。ジュジュが向かった先はきっとそこよ。なるほど。他に似たような場所はないわ、私の知る限りでは。シルク、うん、急ごう。ジュジュがいる場所はそこだ。カルナの言ってた場所ってこの辺りか？ええ、そうよ。この街道の先にコロニー6への抜け道があるの。でも僕が見たビジョンの通りなら、ジュジュはまだこの辺りの渓谷にとどまっているはずだ。そうね、モンスターに襲われてどこかで立ち往生しているのかもしれないわ。なあ、向こう側に行っちまった可能性はないのか？
この先は特に危険な場所なの。よほどのことがない限り、ジュジュは近づかないと思うわ。わかった。街道沿いから探してみよう。
ち見ろこら。いや、行け。まあ、ビートだ。と、ボーンアッパー。と、今ならやれそうだ。どやけ、何もらのよ。当たれ。どうだ。シュルク。はい、さすがだ。やってやるさ。ダイルドダウン。ボーンアッパー。なぎってきたぜ。当たれ。くらえ。と、くらえ。俺に任せろ。行くぜ。騒いできた。みんなすごいや。主に俺のおかげだな。この調子で突っ走りましょう。新しい文字がやれるのか。できるさ。ここの地下には奴の触手が張り巡らされている。下手に動くと餌食だ。僕についてきて。ライン、後ろを頼む。おう、任せとけ。はじゃない、このモナドが見せてくれてるんだ。そうさ。そして俺たちがまとっているこの光もモナドの力なのさ。カルナ、行くぜ。オーケー。
ワイルドダウン決めるわ。
気が熱くなってきたわね。終わらせない。今度は僕の番だ。ストリームエッジ決まったね。またぶちかまそうぜ。俺に任せろ。いっけー、ワイルドダウン。やべえ、ラインよけやがったのか。おら、そう、今だ。うらやれそうだ。出てきたぜ。今だ。どうだ。まあビートだ。スリットエッジ、サンダーバレット。大丈夫先生。カルナ、ごめん。僕、大丈夫なのね。うん。よっしゃ、変えられたな、未来。どうした？いや、変なんだ。僕の見た影はこんな鬼神兵じゃない。そういや、あの黒い顔つきじゃなかったな。そういうのもひっくるめて変わったんじゃねえか。シルク？違う。これは違う！ジューズ！違う！あいつじゃない！だがこいつも顔がある。待っていたぜ、モナドの使い手。鬼神兵が喋った？クロが消すまくって逃げ帰ったっていうから、どんな野郎かと期待してたが、こいつは何の冗談だ。とんだ小賊子じゃねえか。どうした、かかってこいよ。まあビーダー、おいスラッシュ。
ここで時間切れかよ。運が良かったな、小僧。その運、今一度試してみたくねえか。何？このガキは預かる。取り戻したけりゃコロニーシックスまで来いや。急がねえと食っちまうかもな。てめえまだまだ戦い足りねえんだよ。